マジ自分の生き方を曲げないリンカちゃん、かっこいい。ミハルはこれからバイトに行くとのことだった。ほら。では、また明日学校で会おう。うん。ごめんね。さっきは泣いちゃって。ミハルは強いなって思ったよ。くせ。自覚がないかもしれないけれど、僕からすれば君の方がよっぽど強い。微笑むミハルに、私はそんなことないと否定した。選定の期間はまだ半分にも満ちていない。リンカの迷いが消えるまで僕は待っているよ。ありがとうミハル。でも私はミハルにもっと自分のことを大切にしてほしいとも思うよ。その言葉、そっくりそのまま君に返したいよ。そういえば、さっきはまた学校でと言ったけれど、次に会うのは夢の中だったね。それ、笑えないよね。じゃ、またね。ああ。ミハルはそう言ってライオン館を後にした。一人のライオン館は珍しくはないはずなのに、どうしてかあまりに静かすぎると思っていた。ソーニャと過ごした時間が長すぎたな。思い出に浸っちゃうよね。三人で笑い合った声がまだ残っているからかもしれない。ほとんどお昼からになってしまうけれど、今日はお店を開けようと思っていた。今晩は久しぶりにおばあちゃんに電話をしようとぼんやりと決めていた。あ、選定の時が来た。ごきげんよう、運命の奴隷の皆様。そして今日も女神の選定が始まった。これさ、ソーニャにアタックされたらさ、ミハルちゃんが要は結局不利なわけじゃん、あのオデットさんに。それだったらリンカちゃんがミハルちゃんがアタックした方がいいんじゃないのかなって思うけど、あ、違うか、死因がわからないんだっけ。大広間に響く女神の気品高い声。パルカにどんな感情があるのかわからない。何を思い、何のために運命を語り、死ぬはずだった私たちを生かし、選定を行っているかもわからない。浮かない顔をしてらっしゃいますわね。私はこれまで、女神は人ならざるものなのだからと、現実ではありえない存在だからと、考えることを放棄してきた。ソーニャの言葉が思い出される。運命は変えられる。この女神の選定という儀式さえも変えられるかもしれないなどと想像だにすることはなかった。皆様、釣れませんわね。私と楽しくお話をしても損はしませんのに。いいから早くしろ。厳しいな、アランさん。私の隣のスコーピオンさんがパルカをせかした。この人は今どこにいるのだろうな。次誰狙ってんだろうね。絶対リンカちゃん来ると思ったのに。ソーニャと出会ってから調べるのを一時中断していた。あなた様はいつもせっかちですわね。何か焦っていらっしゃるのかしら。余計な話をすかないだけだ。それにお前は中立の立場のはずだろう。僕との会話が他の参加者の有利になるかもしれない。お前自身の行動でこの選定が平等ではなくなるが、女神としてそれはいいのか。あら、私は中立な立場で平等にこの選定を取り仕切ると申した覚えはありませんけれど。ふん。おい、そりゃねえだろ。会話に割り込んできたのはミハルの隣の男性。私が使命のカードを持っているフェデリーコ・カルミナーティだ。長いよな名前。この人が話しているのを初めて聞いたかもしれない。おそらく選定の参加者の中で一番背が高い。おお、比例して足も長く、スタイルがいい、モデル体型だね。まあ、だいぶ選定も回重ねるごとにみんな砕けてきたんじゃない。スーツ姿はビシッと似合っていて、まるでモデルのようだった。さっき言った、俺たちの命がかかってんだぜ。平等じゃないんじゃ成り立たないだろう。たく、こいつは。あら、三番様、いかがなさいましたか。カルミナーティさんの言葉に11番の女性も反応をした。ミハルはこちらに目配せをする。やはりこの二人は協力をしている。大体最初に配られるカードの時点で不公平だろ。俺が初期カードを持ってる二人がこいつに脱落させられちまったんだ。あ、そうなのか。
カルミナーティさんはスコーピオンさんを指さしてそう言った。なら、貴様の初期カードで有効なのは残り1枚というわけだ。うわ！不平不満をこぼすのもいいが、自分から情報を開示するのは愚かなことだ。頭いいな、アランさん。そして頭悪いな、フェルミナーティ。なんだっけ、カブリーコ、名前覚えられない。てめえ、フェデリコだ。いい度胸じゃねえか。僕に現状不満はない。女神、君が速やかに選定を進めればそれでいい。承知いたしましたわ。あなた様もそれでよろしいかしら。パルカはカルミーナーティさんに向き直り尋ねた。だが彼は首を縦には振らず、焦った声で話し始める。ちょっと待てよ、あんたたちもそれでいいのか。なんだ、何がしたいんだこいつは。問いかける相手は私たち選定の参加者全員だ。残っている9人、彼とスコーピオンさんを除いて7人か。に両手を広げて聞く。ほうほう。しかし彼の質問に誰も答えることはなかった。協力している11番の女性でさえも、ああ、これ現実世界行ったら。これで分かっただろう。そう、現実世界行ったらしばかれんじゃね。不満がないわけではないが、余計なことを話して失態を見せるのは避けたいというのが総意だ。貴様のようにボロを出すのは特に愚かだ。てめえ、覚えてろよ。ああ、貴様が脱落するまでは覚えているだろう。言い合いをする二人を見かねたのか、パルカはため息をつく。もう、口喧嘩は現実世界でお願いしますわ。お会いすることがあれば、ですけれど。話を打ち切ったパルカは、そのまま大広間の中心まで移動した。それでは、今宵も女神の選定を始めますわ。回りなさい、運命の大時計。ああ、来るぞ。この言葉を皮切りに指名の意思確認が行われる。ソーニャの言葉通りに進めば、今夜の指名は11番から10番への指名になるはずだ。私は奥歯をぐっと噛み、指名の予定がないことを宣言した。次はミハルだ。ミハルも同じように指名を行わないだろう。いや、するんじゃないか？情報があれば。4回目の指名になるが、積極的に情報を集めるか様子を見をするかで大きく分かれているのだろう。未だ11番と12番だけしか指名を言ってないことがその証拠である。指名を行っていないことか。ごめんなさい、発音がおかしかった。僕の番だね。あ、10番、君を指名させてもらうよ。そうだよな、行くよな。やっぱ情報さえあれば行った方がいいもんな。みはるちゃんが、みはるちゃんの名前を持たれてるわけだしな、情報として。ここに来て初めての方からのご指名ですわね。受けたまわりましたわ。それでは他の皆様にも伺ってまいりましょう。ミハルの言葉に私は動揺を隠すことができなかった。私たちは知り合いということが知られているのだから、この行動一つが何かのヒントになってしまうかもしれない。そうだな。しかしそれでも驚かずにはいられない。指名された少女の方が冷静でいるようだった。もう二人で話し合ってたのかな。まるであらかじめ知っていたかのように。まさかあの夜、ミハルとソーニャが話していたのは、ソーニャがミハルのカードを持っていたからということだけではない。順番は回り、11番の女性の番となった。指名するぜ、私はよ。そこの小娘と同じ、10番のこいつをさ。11番の女性はソーニャを指差しながらそう言った。めっちゃキレてんだけど、怖い。彼女にとって予想外のことが起きたに違いない。だが彼女は笑っていた。心底楽しそうに、餌を前に牙を剥く獣のように。11番の女性のソーニャに自身のカードを持たれていることを知っている。あ、ミハルに脱落させられればミハルにそのカードの内容を知られる危険があるわけだから、当然避けたいはずだ。ああ、お互いに持たれてんのか、ソーニャに。ミハルも同じなのだろう。きっとお互いの狙いは、膠着状態による使命の取り下げ、自身のカード1枚を守るために自身のカード1枚を全員に公開するのでは釣り合わない。さあ女神さん、こういう場合はどうするんだっけ。指名の優先権を取得するかどうか決めていただきますわ。ご自身のカードを1枚全員に公開すれば優先権を取得できます。
この場合、先に決めた側が駆け引きで不利になりますから、同時に決めていただきます。優先権を取得する場合はご自身のカードを1枚私へ差し出してください。かく無理で構わねえ。私から意思表示してやるよ。優先権はノーだ、いらねえ。あとはてめえの方で決めてくれ。もう11番様、私がルールを申し上げているのですから守ってくださいな。それで2番様はいかがなさいますか。パルカは美晴へ向きゆっくりとした口調で尋ねた。何の情報提示するんだろう。美晴はうなずくとカードブックを開く。そして1枚のカードを取り出した。僕は使命のカードを公開しよう。これを持って優先権を取得し、10番君を指名させてもらう。自分の名前みんなに公開するのか。ミアルがそう言ったのを聞いてもソーニャは驚きの表情を浮かべなかった。寂しげな表情こそしていたが、それはこの選定が始まってからずっとだ。優先権をミハルに取られた11番の女性の方が笑顔を崩した。ミハルを睨むような厳しい目つきだ。使命を捨てか、あいつ面白いじゃねえか。受けたまわりました。それではこれより2番様による10番様のご指名を開始いたしますわ。女神の言葉に応じて大広間に地響きが鳴り渡る。そして美晴とソーニャの立つ床がせり上がっていく。結局自分の名前公開することになっちゃったのか。運命の大広間の上層では美晴とソーニャが向かい合っていた。せり上がってきた床の上でお互いが視線を合わせている。二人とも浮かない表情だが顔をそらすことはしない。美晴、ありがとうであります。いや、お礼を言うのは僕の方だよ。あの夜、君の方から僕に声をかけてきた時は驚いたけれど、その決断は間違っていないと信じているよ。かっこいいな、ソーニャちゃん自分から言ったのか。はい、きっとお姉様ではできない判断だったと思うであります。絶対できないね、リンカちゃんなら。僕はリンカのために命を捧げると決めているからね。覚悟するのはたやすいよ。改めましてごきげんよう。いつの間にか現れた女神が二人に微笑みかけた。美晴は彼女に対し露骨に迷惑そうな顔を浮かべていた。あなた様方はお知り合いでいらっしゃったのですね。それに他の参加者たちのように敵意を向け合ってもいません。敵意はむしろ女神に向けられていた。美晴はパルカと世間話をする気はないことを見せつけるため話題を変える。この後僕はどうすればいいのかな。あそこ初めてだもんな。10番様のカードを3枚お選びになってください。そしてそこに書かれている内容を読み上げてくださいませ。ああ。お、新イラストだ。かっこいいな。かっこいいしか言ってないぞ俺。美晴の手元には一人でに開かれたカードブックがあった。カードは光に包まれ、その空中に並べられている。その中から美晴は3枚のカードに触れた。使命、ソフィア・プリジニチエ・アレクセイエヴナ。死因、詳細は省いてここに書かれているものをそのまま読むよ。病死だね。ソフィア、君の願いは聞いたよ。僕は約束できないけれど、リンカは君の願いを受け止めた。リンカが叶えたいというのであれば僕も最大限協力をするよ。ただし、リンカが最後の一人に残ることが最優先なのは変わらない。はい、分かっています。それでもソーニャは最後にお姉様とミハルと会うことができて幸せでありました。バサジールのこともどうかよろしくするであります。ああ。ミハルはそう答えた後一度下を向いた。そのまましばらく目を閉じてからゆっくりと口を開いた。
未練。広く自由に世界を見ること。美晴の言葉に反応し、3枚のカードは一人でに動き始める。空中を動いたカードは大広間の中心で三角形に並び静止した。さようなら。僕はさよならという言葉が嫌いなんだ。願わくは凛花と僕の幸福を祈ってほしい。はい。少女は一呼吸置いてから両手を組み祈りを捧げた。凛花と美晴の未来に祝福がありますように。どんだけ覚悟決めてんだよ。まだ子供だろ、ソーニャちゃん。ありがとう、ソフィア。君のことは忘れない。どうか安らかに。白い光が一気に広がり、大広間を覆い尽くす。美晴はその光にまわゆみながらも、ソーニャの泣き顔をじっと見ていた。ああ、最後の瞬間か。後悔と空虚さという感情が流れ込んでくる。自室のベッドの上で、駆けつけた医者と見守る両親。徐々に息苦しくなっていく中で、少女はこれまでの人生を振り返っていた。ほとんどの風景がこの天井の、間違えた、この部屋の天井だった。本かモニターの画面の中でのみ見ることのできる広い世界。何度思いを馳せたことか。決して届かない自由。あまりに無色な人生だった。最後の瞬間、少女の脳裏に浮かんだのは、憧れた広い世界ではなく、ただ寂しい生涯なのであった。趣味が悪いな。脱落した人間の忌まわの際を指名者に見せるなんてね。私が意図したものではありませんわ。これは儀式でございますから。あなた様の指名により選定中一時的に変わっていた運命が元の死の運命へと強制的に引き戻される。この場所の力を借り儀式は行われる。その余波があなたに言ってしまうのはあくまで弊害。どうしようもないことでございますわ。待ってくれ。君の女神の意図ではない。これは女神の選定だろう。君の意図しない力が干渉しているというのか。美晴の質問に答えが返ってくることはなく、美晴の立つ床が振動する。あれ、これなんかもしかしたら二人が死ぬっていう運命の脱出の糸口が見つかったんじゃん。違うかな。そのまま床は動き出し徐々に下がっていった。私、無用な詮索をする方は好きではございませんね。あれ、これなんかありそうだな。パルカは美晴に声が聞こえない距離になってからつぶやくようにそう言った。ワンチャンあるぞこれ。敵リカちゃんしか生き残れないと思ったけど、やっぱソフィアの可能性の話は正しかったんだ。オデットの代わりに隣、2番の女が指名を終え戻ってきた。選定が始まった当初から1番と2番はどうやら知り合いのようだ。それも敵対はしていないように見えるから、俺とオデットのように協力関係にあるのかもしれない。お、フェデリーコがなんか言ってんぞ。しかし予想外だった。てっきりオデットが一歩引いたらあいつも引くのかと思っていたからだ。オデットとしてはソフィアの脱落よりも自分の情報が知られない方が優先だったはずだ。俺がソフィアと接触する可能性がゼロではないにしろ、オデットにとっちゃ他の参加者がソフィアの情報を得るのに比べればリスクは低い。オデットが引いたら読み合いが発生せず、安心して膠着状態を維持できる。オデットはそれを狙ったからこそ、パルカの言葉を無視して先に宣言をしたんだ。まあ結果だったね。にもかかわらず2番の女は自身のカードの公開を厭わずソフィアの指名を決めやがった。2番の女は1番のチンチク、おーい呼び方、チンチクリンに比べれば随分と美人だ。いや1番の子も可愛いぞ、リンカちゃん。東洋人なんだろうが胸もでかくスタイルもいい。おい何見てんだ。どうせすぐ脱落するだろうと思っていたが意外な動きを見せた。こいつは悪くないと思わず唾を飲み込んじまった。いい女とには度胸も備えているものだ。オデットのようなゴリラは例外として、あの人度胸ありすぎだから。それではどのカードを取得するかを宣言してください。女神が2番の女にそう問いかけた。
本命はオデットのカードだろう、だろうな。僕は一番死因のカードをもらう。いやいやいや、そこまでしてリンカちゃんに覚悟を決めさせようとしてんの、すげえな。だがまたも俺の予想は外れることになった。どういうこと。ソーニャが2番の女の発言に一番驚いているのは1番だ。無理もないだろう。協力関係にあったとして他のカードもあるだろうに、よりにもよって自分のカードが選ばれちまったんだから。君はまだ理解が足りないようだね。これは選定なんだ。これ以上喋らないでくれ。いや、これは周りから協力関係じゃないっていうのをアピールさせてるのかな。まあ、みはるちゃん的にはりんかちゃんに覚悟決めてもらうための方法なんだろうけど。2番の女は冷たい声でそう言った。1番の女はハッとしてそれ以上喋ることはなかった。それでは2番様、指名の優先権を取得した代償として、あなた自身のカードを私にお渡しくださいませ。ああ、これでいいのかい。2番の女の前で移動してきたパルカに直接カードを手渡した。その瞬間、俺の手元のカードブックが白い光に包まれた。あ、みんなに情報が。なんて読むんだこれ。ダビーかな。ダビーミハル？ミハル、エビナタ。ヘビナタなの？かっこいいな。ミハルってのは俺にも言いやすい名前だ。なるほど、カードはこうやって全員に公開されるというわけか。公開というより全員が取得って感じだな。ヘビナタミハル。参加者はそれぞれ自分のカードブックに目を通していた。ミハル、どうして。今はもう君と話すことは何もない。一番の女もこいつのカードを取得して驚いていた。ミハルは本名を教えていなかったってわけか。ここまで来れば状況はわかる。仲間割れだっていう風に演じてるんでしょう。それでは今宵の脱落者は1名。これをもって選定を終了といたしましょう。衝撃を受けたままの1番をよそに、パルカが選定の終了を宣言した。混沌としてきたこの選定。12番の野郎やオデットに先を越され続けて焦っていたが、何が起こるかわからなくなってきた。オデットが驚くところなんて特に痛快だった。ミハルがオデットの情報を取得していたら、あいつに接触しようと考えていたが、どうやらまだオデットと組んでいる方が良さそうだ。腹のところに蓄えた野心が込み上げてくるのを俺はどうにか抑えていた。あ、これ書き乱したね。ミハルちゃん完璧に書き乱したよね。お、どうなんだろうこっから。いやー、そっち目線来るか。リンカちゃん目線にしてほしかったな。ホテルでオデットと合流した時、俺は夢の世界で見た光景での興奮が抑えきれていなかった。な、あいつら見たか。一番と二番のガキ、仲間割れしてたぜ。ああいうのはなんかゾクゾクするもんがあるよな。俺が言うとオデットは心底めんどくさそうな声で答えた。たく、朝からうるせえやつだな。んなことより朝飯だ。ここのホテルのバイキングにはもう飽きちまったが、味は悪くねえからな。たく、今後あいつらを脱落させに行くときに役に立ってくるかもしれないだろ。言いかけて俺はオデットが不機嫌であることに気づいた。だいぶね、しかめ面だもんね。ガキ同士が見せる汚い争いに興奮して、昨日の選定であったことをすっかり忘れていたのだ。私を出し抜いたんだ、ミハルってのは侮れねえ。だが明らかに不機嫌であるのだが、オデットの声はどこか楽しそうでもあった。やっとね、あのなんだっけ、アナンさん以外の好敵手ができたもんな。面白くなってきたぜ。ロシアのガキの時といい、こいつの感情と行動パターンは相変わらず読めない。だが一つ言えるのは、面白さを感じているのは俺も同じということだった。まあ、でもこれから先ミハルちゃんが、ああよかった来た、リンカちゃん目線だ。まあ、ミハルちゃんがもし途中で脱落した場合、リンカが相当不利だよな。思えば一人で目を覚ますのは数日ぶりだった。目が乾いている。寝ている間にまた泣いていたのかもしれない。ソーニャと過ごした数日間は私にとっても楽しいものだった。緊迫した選定の期間の中で彼女との時間は一種の清涼剤のように思える。
込み上げてくる思いをかみしめて、私は机の上に置いたカードブックを手に取った。昨晩の選定で生成されたカード、それは美晴がソーニャの指名の優先権を得るために全員に開示した情報だった。蛇名と美晴ね、それが美晴の指名カードの内容だった。その名字に聞き覚えはない。だが美晴の家庭環境を考えれば何かあったのか想像はつく。離婚とかなんだろうな。そしてもう一つ、美晴は昨晩の選定で私の死因を手に入れた。私自身もまだ知らない私の情報だ。あ、死因か。あ、未練だと思ってたわ。死因だとまだ全然だよな。あの時動揺する私に美晴は冷たい態度をとった。だがその言葉の内容が気になっていた。今はもう君と話すことは何もない。というその言葉が、だからまた後で会おうってことじゃない？そういうことだよね、美晴。私はつぶやいてから学校へ行く支度を始めた。作戦なんだろうな、きっと。テレビをつけっぱなしにして準備をしていると、気になるニュースが耳に入ってきた。ん？渋谷駅付近で山手線の車内に不審物が持ち込まれていたらしい。網棚に不自然に大きなリュックが置かれていたとかなんとか。あ、これ美晴ちゃんの死因に関係するんじゃない？ただしそれはどうやら空のリュックのようだった。テロの疑いもあり警察騒ぎになったが、結局何もなかったらしい。まさか選定の参加者と関係があるのかとも思ったが、ニュースを見る限り関係性は見つからなかった。これ君の死因でしょ？いつ？ほら、そのニュースを聞いているうち頭痛が走った。自分の体にも心にも疲労とストレスが溜まっている。ニュースを見てついテロの現場などを想像してしまったからだろう。電車が遅れているらしいので早めに出られるよう私は準備を急ぐことに決めた。死因テロなのかな、うん、あ、先輩。なんか久々だね。校門まで来た時、ナオミの姿を見かけた。普段はナオミの方が早く登校しているので会わないが、電車が遅れていたのでタイミングが重なったのだろう。先に気づいたのはナオミで、校舎に向けていた体をくるりと私の方へ向け直した。へい彼女、また転んでるよ。焦って動いたからか、ナオミはバランスを崩した。ちょっと相変わらずだな、この二人。私はナオミの手を取って体を支える。ナオミが転ぶところを見るのは久しぶりだ。そもそもナオミと会うこと自体が随分と久しぶりな気がする。本当だよ、変わらないんだから。もう大丈夫？ナオミは体勢を整えてからはにかんだ。どう？文化祭の準備は進んでる？そこそこって感じです。まだ内装の飾り付けとかをどうするか全然決まってなくて。あ、でもコーヒーはバッチリですよ。最優先でみんなに教えています。よかった、元気そうで。文化祭はもう来週だから、あっという間だね。私のクラスは今どうなっているのだろうか。あれ、知らないの？当日何かしらの手伝いくらいはするかもしれないが、状況は全然聞いていないのでわからなかった。先輩は、その、ナオミが言いかけたところで後ろからやーと声をかけられた。ミハルちゃんだ。おはよう、リンカと羊さん。おい、冷たいぞ。なやら美晴もちょうど登校してきたところらしい。髪の毛をさらりと風になびかせていた。昨晩夢の世界で言ったことなどなかったかのように、美晴は普段通りに声をかけてきた。すごいな、演技派。ナオミもいるので私も苦痛でいるようにした。三島先輩、あ、じゃあそろそろ私行きますね。チャイム鳴りそうですし。あ、私たちも。私の言葉を待たずに、ナオミは校舎の方へと歩いていった。僕はやはり、避けられているみたいだね。いや、態度が露骨だもんね、ミハルちゃん。答えにくいことをミハルの方から言われてしまった。私がどう答えようか考えていると、ミハルが先に言葉を続けた。まあ仕方ない。もともと原因を作ったのは、僕の方だってことは分かっているよ。ナオミと何かあったの？くせ。大丈夫、大したことではないよ。さあ、僕たちも教室へ行こう。遅刻ギリギリだ。ニカちゃんは気づいてないんだね。ちょっと待って、あのさ、昨日のことだけど。うまく話題をそらしたつもりだったんだけどね。放課後バイトが終わったら
僕からライオン館へ行くよ。それでいいかい？話をそらすっていうの嘘。ミハル、もともとそのつもりだったんでしょ？私がため息交じりに言うと、ミハルは微笑んだ。つまりそれが答えだ。ちゃんと話したがっていることをミハルは分かっていた。その後人の流れに逆らわず、私たちは校舎へ向かった。二人の作戦が気になるんだよな。